ブルーアーカイブに登場するキャラクターをゲーム内性能の目線で紹介する動画。今回は味方を移動させつつシールドを張ることで舞台を守る総力戦必須級の神秘タンク、早瀬ゆうかちゃんの体操服バージョンの紹介。紹介する流れはご覧の通りとなっています。それでは本編スタートです。ミレニアムサイエンススクールに通う2年生、ミレニアムの生徒会セミナーで会計を務める彼女が降臨大祭に参加するため体操服に着替えてやってきました。エクストラスキルで味方を移動させられるので敵の攻撃を避けられる上にシールドまで付与したりと、味方全体を守り抜いて最後まで舞台を生存させることが得意なキャラクターです。役割はストライカーでクラスはタンク。低コストで味方の移動誘発とシールド付与ができるエクストラスキルを持ち、自身や味方の生存力向上につながるスキルも持っているので、苦手になりがちな特殊走行相手の総力戦では必須レベルになるほど舞台全体を守ることが得意です。それではそれぞれのスキルを見ていきましょう。まずはエクストラスキル。使用コストは3で、優香をスキル使用時に指定した位置に移動させることができます。その後、優香自身に注力を参照した倍率のシールド効果を25秒間付与します。加えて、この移動地点に旗を召喚し、優香を除く味方3人を旗の位置に移動させ、旗に触れた味方にもシールド効果を付与します。この時のシールド効果は、最初に優香に付与されたものと同じ効果となります。低コストで優香自身を移動させることができる上に、味方の移動も誘発できるので、舞台の位置調整や敵の危険な攻撃を避けたりと、多種多様な使い道があるスキルです。加えて、優香自身や他のストライカー3人にもシールド効果を付与するので、打たれ弱い味方の生存性を増したり、味方全体が被弾してしまうような攻撃にも対処できたりと、正直弱いところがありません。移動できる範囲も非常に広く、優香自身が大きく動けるのもありますし、味方の移動を誘発させられる範囲も大きいので、どう移動しても済んでいる状態や、味方を置いてけぼりにすることが少ないのも嬉しいです。ただ、舞台全体を大きく動かすスキルなので、移動後の陣形がどうなるか予想しづらいです。場合によっては、移動前より悲惨な状況になることもあるので、この辺については、優香を採用するコンテンツをよく研究し、どのタイミングでどの位置に移動させるかを前もって考えておく必要があります。移動系のスキルは使いこなすことができれば非常に強力なので、もし優香を持っていたら、いろいろ試して慣れてみましょう。移動効果も強力ですが、優香自身や他の味方に対してシールド効果を付与できるのも大きなポイントです。効果時間が25秒と非常に長いというわけではありませんが、3コストという軽量差で打てるスキルなので、時間としては十分です。優香はタンクなので、元々の注力が高いわけではありませんが、装備品でネックレスが持てるので注力が上昇し、このシールド耐久値も向上しています。画像の例では注力が9000弱くらいですが、この状態でもシールド量は約3万ほどあります。加えて、優香は砲術する他のスキルによってさらに注力が上がりますし、画像の例の優香もまだ強化要素を残しているので、このシールド量はさらに伸びます。単体ではなく、味方全員にこのシールドを3コストで付与できる上に、味方の移動までできると聞くと、体操服優香というキャラクターの強力さも伝わるのではないかなと思います。舞台の移動やシールド付与を必要とするコンテンツなら、ほぼ投入される優香ですが、中でもこのエクストラスキルの効力を大きく発揮しているのは、高難易度コンテンツである総力戦白黒やゴズだと思います。白黒はギミックの特性上、回避ができないと絶対に耐えられない攻撃が存在するので、移動スキルなしで挑むとボコボコにされます。よく総力戦最難関と言われるゴズにしても、移動スキルがないと打たれ弱い味方が被弾した瞬間、一撃でおだぶつです。なんならゴズはこちらの回復効果を弱めてくるので、ヒーラーも採用できません。その代わりに、こちらのシールド効果が強まるようなギミックになっているので、シールドが貼れないと、そもそも挑む権利すらくれないという鬼畜っぷりで、最適編成を組むなら優香が必須みたいな状態になってしまっています。もちろん、これらのボス以外にも移動やシールド付与が必須なコンテンツが増えていくと、それに合わせて採用されていくキャラクターだと思います。続いてはノーマルスキル。30秒ごとに発動し、優香にシールド効果があるかどうかで効果が変わります。シールドがないなら、注力を参照した倍率のシールド効果を23秒間優香自身に付与します。シールドがあるなら、90秒間注力が割合で増加します。この注力増加効果は最大で3回分まで効果が重複するようになっています。優香にシールドがあるかどうかで、シールドを付与するか、注力を強化する効果のどちらかを与えてくれるスキルです。Z
前半の効果に関してはスキル回しの関係やコストの不足などでどうしても優香にシールドがない状態というのは発生するので、そこにシールドを付与することで隙をなくし優香のタンクとしての性能を上げてくれます。いかに優秀なエクストラスキルを持っていても優香が撃破されたら元も子もないので、このシールドに助けられる場面もあるにはあります。ですが本命は後半の効果です。ノーマルスキル発動時に優香にシールドがあるだけで90秒も続く注力バフを与えてくれます。優香のシールド効果は注力を参照した倍率で決まるので、このスキルでバフがもらえると次にエクストラスキルを使った時のシールド耐久値が上がります。加えてこの効果は最大3回分まで重複させることができるので、単純に考えると優香にシールドがある限りノーマルスキルが発動するたびに回数上限までは注力が上がっていきます。味方を守る性能も上がるので、できればエクストラスキルを多く使用し優香のシールド効果が切れないようにしたいところです。しかしシールドがすぐ割られてしまうような状況ならともかく、すでに味方全体にシールドを張っていてまだ耐久も残っているのに優香のスキルを再発動するメリットはあまり感じられません。そのためこのノーマルスキルの後半効果も発動しにくいと思いきや、移動を必要とする高難易度コンテンツならその限りではありません。さっきの例で出した白黒やゴズ攻略においては味方のシールドが残っていようがいまいが、当たると死ぬ攻撃は文字通り死ぬ気で回避しなければいけないので、どれだけシールド耐久が残っていようとも優香のエクストラスキルを使って舞台を移動させシールド効果を上書きします。こうなるとだいたい気づかないうちに後半効果の注力バフが重なっていることが多く、ステータス画面で簡単に計算するシールド量よりはるかに強化されがちな印象です。正直どちらの効果が発動しても得しかないので、よっぽど総力戦をガチるとかでもない限りあんまり気にしなくて大丈夫です。楽しくブラーカーをプレイしましょう。次はパッシブスキル。優香自身の攻撃速度を割合で増加してくれます。優香の通常攻撃速度が上がります。優香はタンクですが、攻撃するスキルの効果もあって一応殴れはするタンクなので火力アップに貢献してくれるパッシブスキルです。ただ優香には火力を出す仕事よりも味方を守る仕事の方が重要ですし、なんならエクストラスキルで味方の移動とシールド付与をしてくれたら活躍はもう十分です。最終的には強化も視野に入るスキルですが、何が何でも最優先とは言えないと思います。固有武器を星にまで解放すると注力を固定値で上げてくれます。先ほどは強化するには微妙なスキルと評価しましたが、固有にまで解放できているなら話は別です。注力の増加はシールドの耐久値に直結するので、かなり強化の価値があるスキルへと変わります。一応枯渇しがちなミレニアムの素材を使うので無理に強化することはないです。僕の環境にはなりますが、別に固有にじゃなくても総力戦ゴズや白黒のインセインくらいなら普通に優香のシールドで味方も耐えてくれています。レベル上げもそうですが、それ以上に星上げが難しく、体操服優香は入手が非常に難しい期間限定生徒なので文字が集めにくいです。熟達証書と交換することで文字を集めることもできますが、レートはお高めなので自分の貯蓄と相談しながら集めていきましょう。最後にサブスキル。優香が移動して止まった時、20秒間神秘特攻を割合で加算します。優香自身の移動が発生してその移動が終わって停止してから発動するという条件が珍しいスキルです。上昇する神秘特攻について簡単にお話しすると、攻撃タイプが神秘属性の生徒の攻撃が、防御タイプが特殊装甲の敵にヒットした時のダメージが増える効果です。優香自身が神秘タイプなので、優香が特殊装甲の敵に攻撃するとそもそも有利属性なのでダメージが 200% 増加しますが、この 200% の割合に加算されるといった形です。パッシブスキルと同様、優香の火力を上げてくれるわけですが、発動条件に癖があります。継続時間も20秒と短いので、キャラクターの移動が頻発するような状況でなければなかなか活躍させづらいです。つまり任務攻略のように敵ウェーブを処理して部隊が移動、次の敵を見つけて部隊が停止を繰り返すような状況なら発動させやすいですが、総力戦のように決まった立ち位置でずっと攻撃し続けるような状態だと効果の維持は難しいです。一応この移動の判定にはエクストラスキルの使用による優香の跳躍も含まれるので、能動的にサブスキルを発動させることは可能です。ノーマルスキルの項目でお話しした総力戦ボスたちを相手取る場合はエクストラスキルの使用回数も増えるので、比較的にこの効果は維持しやすくなります。ただやはり火力面よりも味方のサポート性能を上げておきたいので、こちらのスキルも強化の優先度は低くなりがちです。優秀すぎるスキルを持った神秘タンクです。
定コストで味方の移動とシールド付与ができるエクストラスキルに、このシールドの強化や自身の生存力向上ができるスキルも兼ね備え、優香は敵の危険な攻撃から味方全体を避難させ、戦闘の最後まで部隊を守り抜くことが得意なタンクです。パフの移動範囲とシールド耐久力を持ち、それでいて使用コストも軽いので隙があまりありません。スキルも強力ですが、本人のステータスも優秀で、いわゆる回避タンクと呼ばれるキャラなので、回避値が高めですが、装備品でカバンが持てるため防御力も高く、仮に被弾してもそこまで問題ありません。他のタンクと比べると HP が控えめなのがたまに傷ですが、この性能で HP まで高かったら他のタンクが霞んでしまうので、ちょうど良い塩梅だと思います。スキル上げの優先度は諸説あると思いますが、シールドの耐久力を上げるためにエクストラスキルを最優先で強化。時点で自分へのシールド量の増加や注力向上を狙えるノーマルスキル。その次にコンテンツによっては発動頻度も高くできるサブスキル。最後にそこまで活かしきれないパッシブスキルという順番がいいと思います。ただし、固有にまで解放できている優香なら、注力が上がる関係上、サブスキルよりパッシブスキルを優先していいと思うので、自分の体操服優香の強化状態と相談してみましょう。持っておいて損がないです。ここまでの解説の中で良くないところを見つける方が難しいほど優秀なのが優香なので、正直持っておいて損になることはないと思います。体操服優香を持っていなかったせいでゴズや白黒攻略で涙を流す先生方は見てきましたが、体操服優香を引いて損をしたという人は今まで見たことがありません。優香と似た役割をこなせる生徒はもちろん他にもいますが、低コストのスキルで複数の効果をもたらしたり、ストライカー枠でこれらを担えるので、スペシャル枠にバッファーを採用して部隊の火力を跳ね上げられたりと、優香がもたらす恩恵が大きすぎるのが現状です。ブラーカを始めたばかりであれば、優香がいなければ非常にきついコンテンツに挑むことがあまりないと思うので、恩恵は感じにくいかと思いますが、いつか高難易度コンテンツに挑むベテラン先生になった時に体操服優香を持っていれば、過去の自分にきっと感謝すると思います。僕は始めたての頃に体操服優香が実装されたので可愛いという理由で引きましたが、今になってあの頃の自分にめちゃくちゃ感謝しています。無理におすすめはできませんが、石が余っていたり引くキャラに悩んでいた時に体操服優香がピックアップされていたら、お迎えしてみることをおすすめします。入手機会が限られすぎています。いろいろ優香のおすすめポイントを語りましたが、期間限定生徒なので入手が難しすぎることだけが残念です。イベントの開催と同時に実装された生徒なので、基本そのイベントの復刻がないと再ピックアップされることがなく、だいたい一つのイベントが1年に1回復刻なので、その年のピックアップを逃すと来年まで入手できない可能性があります。白黒やゴズは多分体操服優香がいなくてもクリアはできると思いますが、その道のりはちょっと辛いものになるかもしれません。移動やシールド付与ができる生徒は他にもいますし、みんな優秀ですが、それでもランキング上位帯が体操服優香を採用している事実が現実を物語っている気がします。実装されてから随分経ちますし、僕の考察よりももっと深く研究しているものもあると思いますので、気になったらいろんな情報を集めてみて引くかどうか判断してみてほしいです。僕としては引くために結構な石を使ってもよっぽど後悔することはない生徒だと言っておきます。可愛いです。優香はとっても可愛いです。普段の優香も可愛いですが、イベントを迎えてちょっとテンション高めになったところが可愛らしく、ボイスもかなり明るい印象を受けるので、いつもと違った優香を感じられます。特に絆ストーリーの可愛さがとんでもなく、メモロビももちろんですが、優香のセリフの一つ一つの性ヒロイン感が増しに増しているので、お迎えして見てみることをお勧めします。というわけで、優香推しの先生はぜひぜひ育ててみましょう。いかがだったでしょうか。まだ体操服優香を持っていなかったり、どんなキャラなのかわからない方への簡単な紹介になっていたら嬉しいです。この動画は僕が生徒を実際に使用してみて、いろいろ思っていたことをまとめてみた動画です。僕よりもたくさんブラーカをやってきている先生はいっぱいいますので、あくまで一先生の意見という内容になっています。もしよかったらチャンネル登録や高評価いただけると励みになります。ではまた次の動画や配信でお会いしましょう。